この公共曲が初演された、ウィーンのバルナーシュトラーセにある、エステルハージ宮殿。公共曲第8番と超超方冒険、i 8は、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンが1761年頃に、作曲した、公共曲。夕の愛称で知られ、第6番、朝、第7番、昼と共に三部作を成し、三部作の最後の曲に当たる。超、昼。 ユーの三部作は、パウル・アントニエ・ステルハージ公爵のもとに、副学長として使えることになった作曲者の初期の作品で、19世紀初めに、ハイドンデンを表したアルベルト・クリストフ・ディースは、公爵自身の死者によって1日の4つの時刻を主題にした、弦楽史重奏曲を書いたという逸話を伝えており、おそらくこの三部作のことが誤って伝わったものだろうという。 フルート1、オーボエ2、ホルン2、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、低音。当時のハイドンの他の公共曲と同様、チェロ・ファゴット・コントラバスの独立したパートはなく、低音にまとめられている。ただし、第2楽章と第四楽章では、独創弦楽器のパートが独立している。またファゴットは、第2楽章に、専用のパートがあるほか、 第一楽章やメヌエットの中にも、ファゴットのみで演奏するように指定した箇所が存在する。ビオローネは、メヌエットのトリオで独奏を演奏する。全4楽章、演奏時間は約26分。他の2曲と同様、本曲も合奏競争曲的な色彩を濃く持っており、特に第4楽章には、嵐という題が付けられている。ありがとうございます。